皆さんこんにちは。今回はこのね、スタートダッシュステップアップオーダーって始めてから72時間以内に引けるオーダーがあるんですけど、これのなんかリセマラあたりをなんか教えてみたいなコメントがあったんで、ちょっとね答えていこうかと思うんですけど、これってね、ステップ1がね250ジェムで引けて、しかもね星41枚確定なんですけど、まあ、これで引くとね、まあ、ちょっと大変なんですよね。あの排出率がねちょっと微妙、あでも確定枠、あ確定枠か、0.775、 あでもまあまあかな、うん、まあこれくらいならまあやってもいいかなくらいなんですけど、本当はねこれを一番リセマラあたりって言いたいんですけども、ちょっとこれはまあなんて言うんだろう、ギルドランキング戦以外ほぼ使わないというか、まあ、使う場面もしかしたらあるかもしれないんですけど、始めたての人はちょっとなんだろうな、あの始めたての人ってその知識とかないじゃないですか。でそういう頭パッパラパーの状態でこれ使えるようなスキルじゃなくて、まあ、結構その難しいんですよね。まあ、上級者向けっていうのかな、どうなんだろう。まあ、なんて言うんだろう、自分から火力出しに行くやつじゃなくて、なんかサポート系のスキルなんですよね。あとはね、これもね、あの刻印って言って、あの自分が撃つと次に撃つ人がね、あのダメージ2倍になるっていうめっちゃ強いやつなんですけど、あのカオス凍滅戦って言って、あの自分一人でやる高難易度ダンジョンっていうのがあるんですよ。それでね結構使えるし、まああの強い人とやるときもこれ撃って、あの強い人に火力出してもらうみたいなことが可能ではあるんですけど、あのさっき言ったように始めたての人で頭パッパラパー知識の人はちょっとこれはっていう感じなんですよ。で、やっぱり瓶集めとかもしたいしっていうことを考えて、まあ、ストーリーでもね、ある程度使えるやつがいいっていうことで、まあ、考えた結果が、まあ、こういう感じですね。まあ、A、B、C って振ったんですけど、これ全部直剣モッドで、まあ、お茶会採取アリスっていうのが A。で、まあ、その次、まあ、妥協かなっていうのが B。で、C はちょっと、微妙みたいな感じなんですけど、まあ、正直、まあ、これどれか出たら、まあ、リセマラ終了でいいと思うんですけど、まあ、特にね、まあ、このお茶会採取アリスは、もうこれさえ、てかこれ狙わないんだったらもうリセマラやる必要ないんじゃねって言いたくなるぐらい、まあ、これがいいんですけど、なんでかっていうと、まあ、これ、なんて言うんだろうな、こういう始めたての人でもある程度火力出せる、この片手直剣のモッドスキルって、50層以下の敵に対してしかあまり強くないんですよ。まあ、弱点つける敵ならいいんですけど、もっと上の階層とか、結構上の難易度の、属性耐性ある敵はね。属性耐性ある敵に効かないんですよね。まあ、だからこういう風にはなってるんですけど、まあ、正直、BC 狙うくらいだったらさっさと始めて、このスタートダッシュステップアップオーダーをできる限りもう引きまくる方が絶対いいんじゃないかって思うんですよ。で、ステップ5まで引いてれば、もう大体直剣モッドって出ると思うんですよ。で、なんでかっていうと、これステップ5でキリト2枚確定なんですよ。で、キリト2枚っていうと、まあこの爆尺領域キリトとかスキルフルドキュメントとか、まあ入ってるわけなんですよね。で、まあ、どれかは、まあ、でも、2枚しか入ってないんですけど、まあ、2枚出るんで、ステップ5まで行くと。まあ、だから出るような感じがするし、正直ステップ5まで引くと、その間に、このラインナップの、まあ、どれかのその直剣モッドが当たることって割とあるんですよ。だから、正直、お茶会最初、アリスが、を狙わない、まあ、A と B くらいか。B ランクくらいまで、狙うんだったらいいけど、なんか、微妙。ぶっちゃけ、リセマラしなくてもいいくらいだと思うんですよ。だって、なぜかというと、このゲームって1枚で強いっていうゲームじゃないから、なんですけどね。まあ、とにかく、あと、リセマラするときって、ついでに、その、無料オーダーも一応引けるんですよ。確定枠ないし、ほぼいいスキル出ないんですけど。なんで、リセマラこの、なんていうの、さっきのスタートダッシュステップアップオーダーを引くついでに、まあ、無料オーダー引いて、なんか、このうちの、どれか出たら、まあ、リセマラ終了でいいかなって感じで。あ、このクールウィッチシノンってやつは、ちょっと、これで終了はちょっと微妙かなって思うんですけど、まあ、これは考えなくていいです。すみません。これマジでなしで。だから、まあ、結論を言うと、まあ、これ、
リセマラランキングこれで、これ以外狙うんだったらもうリセマラする必要ない。もうさっさと始めてスタートダッシュステップアップオーダーいっぱい引いてください。でリセマラが終わったらこのステップ5でこの新星音スキルレコード1枚確定ってやつを一周引き切るまで引き切ってください。一周じゃないとおすすめしない。11250ジェムまで貯めて、まあ、このフルバーストって書いてるやつね、今おすすめなんで、まあ、特にこの片手直径のねフルバーストね、おすすめなんで、まあ、今おすすめって言ってるけど、まあ、後からね動画で俺おすすめって言ってるとわざと弱くしてくるみたいなことももしかしたらねあるかもしんないんで、ちょっと運営ちょっとそういうところのどうなんだろう、なんかあるかもしんないんで、まあ、とにかくね、ステップ公式おすすめ。あと、本当に始めたてでスキル200枚以下、200枚台までは、このね、福袋ね。どっちか。まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、俺どっちかっていうと、こっちおすす、いや、まあ、どっちでもいいな。うん、どっちでもいいんですけど。うん。まあ、おすすめですね。まあ、これね、ちょっとね、福袋は5000ジェムかかるんですけど、まあ、これ1月15日までなんで、この動画撮ってる時点だとね。まあ、福袋は結構ね、やってないことも多いんで、この動画ね、作ってからずっと後になって見る人は、福袋ないぞって思うかもしれないですけど、IF のオーダーは全部期間限定なんで、まあ、とにかくね、このステップ5式、まあ、ステップ5まで引き切るっていうのがおすすめではありますね。まあ、ステップ5式でさ、いいやつあったらって言っても、いいやつがどれかわかんないとかあると思うんで、まあ、こうね、ほんとはね、こういうね、2500ジェムでね、引けるやつでね、いいやついっぱい入ってて、で、なんか、ジェムがあんまないみたいな、人はこれ2500ジェムですぐ引けるんですけど、これは結構、このオーダーはね、サポート系のスキルパック入ってるんで、まあ、なんか、どういうスキルがいいかって分かってきたらね、こういう2500ジェム星を1枚確定のやつでね、いいの入ってたら引くみたいなのがいいと思います。被りがね、あんまなかったらおすすめ。あとはこのね、モッドステップアップオーダーとかね、あったらね、被りないんだったらおすすめです。まあ、大体そういう感じですね。まあ、簡単に言うと、このうちのどれか狙うっていう感じでいいと思います。やるとしたらですよ、リセマラ。やるとしたらこれのどれかですね。まあ、本当はね、無料オーダーでね、毎日一日中リセマラするっていうね、地獄みたいなやつをやって、一週間、二週間やって、ようやく出るか出ないかみたいな、覚醒のパワーライズ3っていう効果を持ってるスキルをね、狙うのが、本当は一番いいんですけど、ちょっとそれは地獄すぎて、人を選ぶと思うんで、スタートダッシュステップアップオーダーの、リセマラランキングはこういう感じでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。